YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。来ました、関西キャンピングカーフェスティバルということで、明日ですね、明後日のこの土日で行われます関西キャンピングカーフェスティバル、本日金曜日前日入りしてございますが、今日は会場のね様子、今どんな様子かっていうのをねお届けしたいなと思ってるわけでございます。で、場所はですね、もう関西のキャンピングカーフェスティバルおなじみになってきました、神戸でございます。電車で来ると市民広場という駅の本当真下にあるところなんですけれども、このね、外今日すごくお天気いいですけどね、この中行われるということでございます。今回ですね、約20社50台ぐらいのキャンピングカーが集まるということで、このイベントも定着してきたわけですけれども、今回初めて見るキャンピングカーもちょっとあったので、そのあたりね、ご紹介していきたいなというふうに思ってます。では早速行ってみましょう。はい、ではここから入り口からね入っていきます。こちらが入り口の、正面のところになるんですかね。駅はもうこっちです。こっちのほんと目の前、すぐ道路渡ったあの高架のところがね駅なので、駅降りてすぐです。駐車場もね、あるみたいです。はい、でちょっとねまだね全部のキャンピングカーが揃ってるわけではないんですが、この前日の金曜日、本日中にどうしても動画が上げたいので、ちょっとね、まだ完全に集まってるわけではないし、逆に帰っちゃったビルダーさんもいらっしゃるんですけど、そのあたりはねご了承いただければなと思います。で詳しく中見たかったらぜひ会場に遊びに来てください。トークショーもねあります。トークショーはですね11時と15時両日2日間ですね、トークショーもあります。はい、では会場入っていきましょう。こちらから行こうかな。お、カスタムされてます。オスカーズさんの K の、車中泊仕様のお車ですかね、 E-BOX という車なんですが、兵庫県の尼崎市にある会社さんで、こうやってね K カスタムされた1台持ってきてます。前もこうだったかな、ハードカーゴって書いてある。フロントの部分がねこういう風になってたりとか、ライトも変わってるかな、なんか高くなってるからリフトアップもねされてるような感じがしますね。よいしょ、はい、続いてねその反対側行きましょう。このイベントでは初めて見るかと思います。日本特殊ボディさんのお車2台です。このイーグルっていうお車、確か災害用にね強いみたいな形で、ネットにね、出されてたかと思います。でこちらはサクラでございます。いすゞのBカムというね車、ベース車にね使われていて、でハイキャブになったということで、この前の、ベース車自体もね少し前に変更になったというところがご注目ポイントかと思います。はい、でこういったね K のトラックの後ろにねキャブが乗ってるようなものもついてます。これおそらく上のところにフックがついてるので、上ポップアップするんでしょうね。はい、でこのお隣はちょっとまだ来てないんですけど、向こうにも K が3台出てますのでね、ちょっと見ていきたいと思います。最近よくTikTok とかも僕始めて、若い方だったりキャンピングカーをこれから知っていこうと、行きたいなと思われてる方のに、だいたいいくらぐらいでキャンピングカー乗れるんですかなんていう話がよくね聞かれるんです。でその時はね本当に車によってまちまちなんですよ。例えばねこういう軽のところとかだと250万円ぐらいからねある車中泊仕様のお車も全然ありますしね、高いのだとやっぱり1000万1500万とかっていうのもいろいろあるので、自分が使いたい車とかに合わせて予算も変わってくるかなっていったところがあります。でやっぱりこれも K の最近こういうお車注目されてるんだと思うんですけど、やっぱりこのフロントの部分、これフロントこうなってるのかな、僕ちょっとこの車のベースの仕様がちょっと分かってなくてあれなんですけど、ライト可愛いですね、こういう風になってる。アウトドアにもね遊びに行けるようなというかね、そういった形になってます。はい、
続いてこちら行きましょう。2台ダイレクトカーズさんです。この江ノ島というキャンピングカーキャブコンですけど、この車の注目ポイントといえばやっぱりこの後ろのリアのハッチの大きさです。まあ、キャブコンね、荷物入れるときこういう車をキャブコンって言うんですけど、リアのハッチといってこの後ろの扉の部分がね、ここまで大きく開くっていうのはね、なかなか珍しいのでね、これは江ノ島の大きな特徴だと思います。中もすごい綺麗です。まだねちょっと準備中なんですけど、本当あの家のリビングというかさね、マリンが似合うような、江ノ島といったね名前が似合うようなお車になってます。おしゃれですよね。はい、続いてこっちから行こうかな。まずこれはホンダのホワイトハウスさんか、ホワイトハウスさんの車です。ホワイトハウスさんはね、こういった普通車をまあポップアップというイメージが強くありますよね。普段はこうやって普通車として使えるけど、車中泊するときはこの上の部分がテントのように上がって車中泊することができるっていうのが、ホワイトハウスさんのねお車多くて、まあ、特徴的かなというふうに思います。フリードですね。はい、続いてね、そのお向かいさん、 UI ビークルさんです。ハイエースのねこうパーツとかカスタムとか、あのパーツ、そういったところにね僕はイメージあるんですけれども、結構ねこの中はあのかっこよかったりするので、ぜひね中は見たいところなんですけど、今ちょっと準備中かな。よろしくお願いします。続いてこの車 K ですけれども、オカモーターさんの、ね、ミニチュアクルーズが出てます。少し前に、キャンピングカーのこのねグッドデザイン賞というものを受賞した、K のキャンピングカーなんですが、中がねこうシンプルな美しさというかね、綺麗な統率の取れたお車になってます。四国の会社さんですね。続いていきましょう。37さんのお車です。九州のね会社さんなんですが、社長ちょっと中見てもいいですか。いいですか。いいですか。明日のためにお願いします。今日この1台、あ、これあれじゃないですか、車 N 番、はい、これ真ん中のピラーがないから出入りしやすいんですよね。で中も結構広いので K なんですけど、やっぱり車中泊するのには結構向いてるお車なんじゃないかなというふうに思います。でやっぱり中はねプロが作ってくれてるんで、こういった家具の作りのしっかりしたところとか、こういったところですよね、この片付きがなかったりするんですよ、こういったところがね。そういったところはやっぱりキャンピングカープロが作るところの良さなんじゃないかなって僕はね思ってます。でちゃんとテレビもついてるし、こうやってベッドにしてもこの上の部分、橋渡しみたいな形でテーブルも作ることができますからね。このあたりも使い勝手を考えられているということ。あとベッドのところは本当まあ基本的には1人がいいかなと僕は思いますけど、2人でも不可能ではないですよね。なので旅行かれる方の人数とか、そういったところもね、車の選びの基準になるかなと思います。でもう一つ、今こうやってテーブルが橋渡しになってますけれども、このねテーブルのところこうやってバーになってるんですよ。でここのカチっていうロックでこっちは止まってて、まあ、こっちは橋渡しみたいな感じになってるんですけど、これ外すとここにも同じバーがついているので、このテーブルが外にもこうやってビヨって伸びるんですよ。なのでアウトドアの好きな方もそうやって外でテーブル出して遊ぶこともできるような作りになってます。でこういう軽のお車の場合は上にねこうやってこのハッチ扉がこれが屋根代わりみたいにもなるので、ここの下をね縁側みたいな形で使うのもいいかなというふうに思います。
こんにちは。今こうやって搬入されてます。ちょうど手振っていただきました。続いてプチキャンさんです。ちょっと中見てもいいですか。こっちもすいません。あ、ごめんなさい。かわいいですよね、カラーリングも。298万円ということで、まあ車中泊ね、始めるのにはこういったエントリークラスのキャンピングカーもいっぱい展示されてるのは嬉しいところかなというふうに思います。ね、まだねちょっと準備中なんですけど、中めっちゃかわいいですよ。ちょっとデニムっぽい生地というかになってます。でもちろんこれ普段はこうやって後ろのシートを持ち上げれば普通の軽自動車として使えますからね。で前のシートとかこういったところも合わせてこのキャンピングカーの世界観というかねになってるわけです。後ろから見るとまた可愛くて、あ、しかもこういうなんか刺繍とかもめっちゃ可愛いわ。若い人にも好まれそうなカラーリングですよね。このキャンピングカーって僕知ってからというかで、ね、まだ 4,5 年なんですけど、やっぱりこのキャンピングカーのカラーリングとかそういったところもこの 4,5 年で一気にねバリエーションが増えたような気がしますね。でしかもこれあれだ、きっとここつまみがついてるので中の照明が調光といって変えられるようになってるんだ。すいません、ありがとうございます。明日からよろしくお願いします。隣はアダルトに作ってきましたね。いいですか、こっちも。あ、じゃあこっちも見てみます。ありがとうございます。でこっちは大人用にということで、きっとシックな感じなのか。あ、本当だ、全然違う。ちょっとバーとかアメリカンダイナーじゃないけどそういった感じもしますね。ワインレッドというかシックなね赤色がかっこよさを演出してくれるといった感じです。でこうやって僕ね嬉しいのが、後ろのこのシートのところもちゃんとこうやってカバーしてくれるのがいいですよね。もちろん普通の車として使うので普段乗りねするわけですけど、やっぱいつ乗っても僕はキャンピングカーに乗ってるぞみたいなね、そういった気持ちにさせてくれるので、できればこうやって運転席とか助手席とか後ろのシートとかもやっぱりキャンピングカーだぞっていうようなね、こういうのがあるのは僕ねすごい好きなので、ぜひね皆さんも実際こういうのを生でね見ていただきたいなというふうに思います。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてこっちは A2Z さんのブースですね。アンナ、アルファとか、アミティも、あ、アミティじゃない、ごめんなさい、アレンとかも出てますね。アズサ、あ、僕アズサって初めて見るかも。あ、後ろもこうやって出窓になってる。ハイエースの後ろがこうやって出窓になってるわ。で横もなってるんだ。ハイエースのこうやって窓を取り外して出窓にすることによって、あれなんですよ、断熱性がすごく高くなったりするので、そのあたりはね結構メリットとしては大きいです。まあ、キャンピングカー断熱性高いよっていうふうによく言われるんですけど、やっぱりどうしても窓のところから冷えたりとかっていうことがね、熱の、が出たりするんですけど、そういったところを防げるのでね、こういった感じになってます。続いてこの角のところ行きましょう。林英さんのねお車になります。関西お膝元です。こんにちは。バカンチスというお車、ハイエースの、お車いっぱい来てます。いろんなね、このバカンチスってよく聞かれる方多いと思うんですけど、いろんなねサイズで選ぶことができるんですよ。これハイエースの、これは本当標準サイズですよね。標準、横幅も標準、縦も標準ですね。こっちは横は標準、縦がハイルーフになってたりしますね。お、搬入中、搬入中。こうやってキャンピングカーが動いてる瞬間ってなかなか見れないんでね。
ジルと、コルドバンクス、こっちはバンテックさんのブースですね。こうやって少しずつ角度を調整したりね、お客さんが通る動線に向かって、こういう角度がいいねなんて話しながら実際に現場に来てやるというのがキャンピングカーショーの準備なわけです。はい、そしてこちらがステージ21さんですね。ルクシオのプロ、タウンエースのキャンピングカーですねとバスキングという系が出てます。この関西のキャンピングカーフェスティバルのポイント、やっぱり軽とかいろんな種類のキャンピングカーがねまんべんなく出てるのが面白いなと思ってます。これはバンビーのプラスですね。タウンウェイスのキャブコンです。立中にもね入るよみたいな、東京にね住まれてる方もこのお車だったら駐車場問題もクリアしやすいですよみたいなお車の1台になってます。そしてこちらがカーインテリア高橋さんのお車です。長野に本社はあるのかな。で、神奈川県の平塚、僕のね家の近所にもお店がありまして、やっぱりインテリアという名前がついてるだけあってね、なんかすごい綺麗なんですけど、今はねもうちょっと閉まっちゃってますけどね、明日また皆さんに見ていただければなというふうに思ってます。はい、続いてこちら最後になります。ナッツ RV さん、ちょうど準備が終わってね皆さん帰られるところみたいですが、リークというバンコンから、クレソン、僕が乗ってるクレソンの新しいやつ、クレソンジャーニー、そしてクレヤというふうに、いっぱいねキャンピングカー持ってこられてます。そしてですよ、このねエボリューションの赤のマークかっこいいですよね。先日、TBS の番組に出させていただいた時にもご紹介したいつかはボーダー、これが日本最高峰のキャンピングカー。これね、今回イベント自体無料の、イベントなんですよ。キャンピングカーショーってだいたい入場料がかかるイベントが多いんですけど、これは、一般の方無料で、観覧いただけるとかね、イベントなんです。でそういった時にこのボーダーが出てることって意外と少なくて、やっぱりこれだけ高いお車ですからね、不特定多数の人がやっぱ見るイベントにはなかなか出てこないこともあるんですけど、このイベントには目玉としてボーダーが出てくるということです。ちなみにこの空きのスペースで明日僕とクーピーさんがトークショー、明後日もやりますけどね、両日とも11時から15時ぐらいの予定です。はい、11時1回15時1回計2回ね土日トークショーをやります。でおそらくこっちにはキッチンカーも出ると思うんですけど、どうなんだろう、毎回出てるんですけどね、ご飯食べながら、トークショーね聞いていただければというふうに思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますのでよろしくお願いいたします。では明日明後日お会いできる方楽しみにしております。それではまた、さようなら。